羽生結弦選手、故郷仙台市を案内する仙台巡りガイドブック発行。フィギュアスケートのスーパースター、羽生結弦選手が、彼の故郷である仙台市を案内する特別な観光ガイドブックが登場しました。このガイドブックは、仙台市の観光名所や伝統文化、美食情報を提供し、訪れる人々に新たな観光の楽しみ方を提供します。この記事では、 この特別なガイドブックの内容や背後にあるストーリーを探ります。ガイドブックの内容。仙台巡り、ガイドブックは、10万部が発行され、2019年6月29日から仙台市中心部の商店街や商業施設などで無料で配布されます。このガイドブックの特徴的な表紙には、羽生譲選手が白いワイシャツに身を包み、仙台市の魅力を訴えています。また、 ガイドブックは全体で42ページにわたる充実の内容が掲載されています。前半のセクションでは、羽生選手が自身の故郷である仙台市への思いや、地元に根付く、伊達文化について熱く語っています。彼の熱烈な愛情と自信を得る声が、仙台の魅力をより身近に感じさせてくれます。このセクションは、彼がどれだけ仙台に愛着を持っているかを示すものであり、 読者に彼の視点からの仙台の美しさを伝えています。後半のセクションでは、女性モデルが女子旅をテーマに、仙台市内の歴史的な観光名所や飲食店を巡り、訪れるべきスポットを紹介しています。これにより、仙台市の観光情報が広く紹介され、訪れる人々が街を探索する手助けとなります。配布方法。仙台巡り、ガイドブックは、仙台市内での配布だけでなく、 宮城県外でも入手できるように工夫されています。東京池袋にある宮城県のアンテナショップ、宮城ふるさとプラザと東京渋谷の東急百貨店本店で応募はガキを配布し、応募者の中から抽選で1000人にガイドブックを送付します。この方法により仙台市以外の地域に住む人々も仙台市の魅力に触れられる機会が提供されます。仙台市観光課の担当者は、 実際に仙台に来ていただき、仙台を回っていただく目的で本書を作ったガイドブックを読みながら仙台の街を観光してほしいと語っており、このガイドブックが訪れる人々に仙台を探索し、楽しむ手助けとなることを期待しています。ガイドブックの背後にあるストーリー。この特別なガイドブックの背後には、羽生譲れ選手の故郷への深い愛情と仙台市を広く紹介する意図があります。 彼の成功に触発され、仙台市を訪れる人々が増え、地元経済に貢献できることを期待しています。ガイドブックの制作にあたっては、地元の観光名所や飲食店が紹介され、観光業界への支援も行われています。また、羽生譲弦選手自身が、仙台市の魅力を語り、訪れる人々に新たな視点を提供することで、街のプロモーションに貢献しています。仙台巡り、ガイドブックは、 仙台市の観光を広く洗練し、地元経済を支援する素晴らしい取り組みです。羽生結弦選手の協力により、このガイドブックは特別な意味を持ち、訪れる人々にとって新たな観光の楽しみを提供します。彼の愛情に満ちた言葉が仙台市の魅力を一層際立たせています。このガイドブックは仙台市を訪れる人々にとって不可欠なアイテムとなることでしょう。 訪れる人々が仙台市を探索し、楽しむ手助けとなることを期待しています。